ただ攻勢をこの時間仕掛ける愛媛、耐える栃木、左足のクロス逆サイド折り返したチャンスだ、ヘディング、同点愛媛。吉田選手ね、得意の左足に持ち替えて一番外側ですね、よく見えてましたし、はい、下川選手もよく勝ちましたしね、まあ、最後藤本選手よく叩きつけましたね、やっぱり叩きつけるとあのグラウンドスリッピーですからね、一つバウンド伸びるんでね、まあ、ユヒョン選手はノーチャンスですね。